インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。ま,すまずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。悔しいです。情けないです。まあ上にマウントを取られてた時間が長かったと思うんですけど、まあその20日間の中でやってきた自分のイメージはひっくり返してマウントを取り返してたっていう部分があったんですけど、まあなかなかやっぱり。 やっぱりというか、まあ、それがひっくり返すことがそう簡単にできなくて、まあ、そこはちょっとイメージとやっぱり違った部分かなというふうに思います今回初挑戦した MMA に関してはどういったこう感想でしたか、まあ、やったこと自体に後悔はしてなくて、まあ、もちろん悔しいし本当に情けないしですけどまあそのうん まあ限られた時間の中でやれることはやってきたんで、まあそれでまあ今回こういう結果になってしまったんで、もうそれはもうもう仕方ないかなと、もちろんそう思うしかないんで、もう前向いて強くなれるようにう頑張るだけかなって今は思ってます。ありがとうございます。まあその今後 MMA も MMA もやるのかとかキックでやるのかとかも絶対あります。ま<ず>悔しいんで絶対あります。<っ>絶対に強くなります。先ほどおっしゃいましたけど MMA は続けていきたいと続けていきたいと思ってます。 それはキックをやめて専念するのか、二刀流するのかとか、そこはちょっとまだ考えてないですけど、とりあえず MMA で強くなりたいなって、やり返したい、まあ、やり返したいっていうか、特別に久保選手どうこうっていうのは今、特に思ってないですけど、まあ、とにかく今自分が MMA ではこんなに弱いんやっていうふうな思って、うん、強くなりたいなって思います。